ひよりんごです。今日の動画はついに私ディオールに手を出しましたということでですね、購入品紹介なんですけれども、じゃんこちらディオールのリップを買ってきちゃいました。私なぜこちらを買ったかと言いますと、取れないリップをずっと探してて、たださデパコスなら取れないっていうわけじゃないじゃないですか。そしたらね、昨日遊んだ風金ちゃんが落ちないリップディオールにあるよって教えてくれて買いました。あのね、デパートでつけてもらって昨日一日過ごしたんですけど、本当に落ちなかったの。しかもね、こうやってやっても手につかないんですよ。なんかお店の人が教えてくれたんですけど、8時間ティントっていうらしくて、これを求めてたと思って買っちゃいました。早速紹介していきたいと思います。それがこちらです。ディオールアディクトリップティントかっこリップグロス、お値段が3600円でした。まあ出せない金額じゃないけど、リップで3600円はなって方いると思うんですよ。でもね、私は本当にいいと思ったから、皆さんにおすすめしたいと思ってこの動画を撮ってます。で、私はこんな色を選びました。571番、こちら限定色らしいです。全然わかんないんですけど、限定色らしくて、本当に落ちないから、だから一回朝つけてたらもういいんじゃないかなぐらい。やっぱりプチプラも量が多いように、デパコスの量も半端ないじゃないですか。シャネルとかディオールとかもう分からなくて全然。でも友達のおすすめなので絶対いいと思って買ったんですけど、本当に間違いなかった。早速塗っていきたいと思います。どんな色かね。色展開結構多いんですよね。チェリーのね、香りがするの。すごく美味しいリップで、マット系のリップになります。マット系。はい、塗り終わりました。色がこんな感じです。どうですか？色味はピンクと赤の中間色っていう感じで、派手すぎないんですけど、ずっとこの色が続いてめっちゃ可愛いんですよ。本当に気に入ったんです。私すっぴんだと唇の色がない方なんですよ。だからね、こんぐらい色ついてくれるのはすごくありがたい。でね、乾いたらもうこうやって手でやっても手にはつかないんです。すごくないですか？これがね、ずっと長持ちするの。だからご飯とか食べても落ちなかったです。ディオールで一番人気のリップってお姉さんが言ってた。皆さんの中でデパコスで落ちないリップをお探しの方、じゃんこちらディオールアディクトリップティント、ぜひぜひ試してみてください。お値段が税抜きで3600円でした。一回塗ったらね、塗り直すことがないから、そんな簡単になくならないと思います。しかもリップに1万円とか出せない金額ではないので、私はついつい買ってしまいました。結構色展開があるので、もう一本私ね、欲しいなと思ってるのがあるんですよ。なのでゲットしたらまた動画にしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。なんか声が枯れてる。